られると緊張して自信がなくなってきたかも。おいおい、大丈夫かよ。それはそうと協力したんだから、そろそろ解放してくれよ。ダメかな。てめえ、約束破る気か。約束は破ってないよ。考えてあげてもいいって言ったでしょ。てめえ、騙したな。騙してなんかないよ。クロちゃんを利用しただけだもん。てめえ。Are you serious? 通らせてもらうよ。私のファンですね。ヤッチが出かけた時と変わらずよく眠っているよ。素材の方はどうだい。なんとか手に入れることはできました。あとは私がうまく薬を作れればですけど。不安なのかな。はい、私の肩にうずめさんとこの世界の運命がかかっていると思うと震えが止まらなくて。ヤッチが全て背負い込むことはないさ。うずめが勝てなかった時点で世界の運命は決まっているようなものなんだ。ダメでも誰も文句は言わないさ。だから気負わずやってみるといい。ウミヨさん、私の手前ああは言ったけど、うずめもこの世界も救われてほしいと願いたいものだ。さて、俺は俺でなすべきことをなそうか。ギアッチ、うずめを頼んだよ。最後に粉末状にしたこの素材を配合してと。よし、できた。あとはこれをうずめさんの傷口に塗って、それと着付け薬としてお姉ちゃんからもらったスペシャルネプビタン V2 を飲ませてと。これでよし。ネプギア、薬はどう？あ、お姉ちゃん、ちょうど今完成した薬を飲ませたところだよ。あとは娘さん次第ってところかな。よかった。で、言いたいところなんだけど、実は大変なことが起こっちゃったんだ。何かあったんですか？
実はさっきまでクロちゃんとマジコンヌの警察に行ってきたんだ。そしたらよ、マジコンヌのやつダーク女神と一つになりやがった。 Serious? 一つにって、つまり融合したってことですか？合体話が早くて助かるぜ。今までのダーク女神ってのはマジコンヌの命令に従うだけのデク人形だったんだ。だが今回は違うぜ。ダーク女神と融合することで自由に動かせる巨大な体と力を手に入れちまったんだからよ。しかもだ、最悪なことにゆっくりとだがこっちに向かってるんだよ。そんな、まだ娘さんも目覚めていないのに。ならモンスターたちを早く避難させねえと。娘さん、目を覚ましたんですね。身を呼んでくれ。近くに住むモンスターたちを避難させねえと。ダメですよ娘さん、まだ傷だって治ってないのに。だが早く知らせないと。逃げ遅れる奴が出ちまう。知らせなきゃいけないんだ。なら私が代わりに行きます。だから娘さんはダーク女神との戦いまでに体を少しでも休めてください。何言ってるのさネプギア。この体でウズメがダーク女神と戦うなんて絶対無理だよ。私もそう思いますけど、そう言ってもきっと素直に聞いてくれませんよね。分かってるじゃないか、ピアッチ。仲間がラスボスと戦ってるってのに、のんきに布団で寝てるなんてかっこ悪すぎるぜ。お姉ちゃん、ダーク女神はどのくらいでここに到着するかわかるかな？丸一日はかかるんじゃないかな。結構距離もあるし、まだ新しい体に慣れてないせいか転びまくってたよ。ならあと1日、娘さんは体を治すことに集中してください。私は避難誘導をしてきます。でっかいねプチ、折り入って頼みがある。頼み？はあ、ギアッチには内緒にしてほしいんだが。一人前の女神目指して頑張ろう。終わったけど、もうこんな時間か。
Whoa. All right. Oops. All right, get up. お風呂から上がる頃にはもうみんな寝てるかな。よ、ギアッチ。お疲れ。俺も一緒にいいか？ Okay, this is even great. Oh, God. It's a service. Thank you, game. 娘さん、ダメですよ。まだ寝てなきゃ。ずっと寝てちゃ、体も鈍っていざという時に動けないと困るだろう。まだ絶対安静なんですから無理はしないでくださいね。わかってるよ。って、あれ、お爪さん、その格好恥ずかしくないんですか？お前らのおかげで慣れた。恥ずかしいって言っても人前で裸になることだしな。それにさえ慣れちまえば辺りに誰もいないんじゃ、こんな格好恥ずかしくもなんともねえよ。この人、ヤザク？ダーン！レイだ。俺を助けてくれたのはギアッチなんだってな。だからその礼を言わせてくれ。助けてくれてありがとな。私だけじゃありません。お姉ちゃんもクロワールさんもウミオさんも他のモンスターもみんなが頑張ってくれたおかげです。なのでお礼ならみんなに言ってください。もちろんマジコンヌを倒した後でですよ。ああ、もちろんだ。お、今だから言えるんだが、ギアッチ、お前たちに会えてよかった。きっと俺一人じゃここまで来ることはできなかったと思うんだ。改めて言うけどさ、ネプッチとギアッチに向こうの世界に来ないかって誘われてすごく嬉しかったんだ。 Why the sad music? Why now? Please don't. ギアッチたちの世界に行けたらどんなに楽しいか何度も何度も妄想したんだ。実は、ウミオたちも俺が行きたいなら行ってもいいって言ってくれて背中を押してくれたんだけど、ダメだった。少しだけどシェアを取り戻すたびに記憶が蘇るんだ。俺が女神としてたくさんの人に囲まれている姿や綺麗でみんな幸せそうに暮らす俺の国がさ、そんな思い出を見ちまうとさ、今まで以上に愛着が湧いてさ、余計この世界を捨てていくことなんてできなくなったんだ。だからさ、ギアッチ、改めて力を貸してくれ。俺はこの世界を救いたい。俺と一緒にマジェコンヌからこの世界を救ってくれ。もちろんです。だって私たちの出会いもその約束で始まったんですから。だから一緒にマジェコンヌを倒して救いましょう、このゲーム業界を。Yep, station.